能吧？还有没有其他东西可以换啊？换更贵重的东西啊。都站在边边呢。这人是谁？怎么忘记了？石头样饼干，我看哪一个比较贵好了。青城肉干应该不行吧？八星肉干。哎、欸，我们劣质肉干比较好哎、欸。似乎我会掺着有真的石头是怎样？啊，我们肉干比较好啊，去换肉干。垃圾饼干要。还烧饼干肉干，那些干都已经熟了，为什么要再让它那个、啊？罐头可以换很多，可是它是好的补品，我不太想要拿来换这个东西。打火石来生火啊，火也是需要的。我要尽可能的让点数多一点，把这个丢掉。后面很多活人怎样？你想干嘛？灌水流大师兄，他可以拿来督守卫。哎、欸，我们肉干就400点哎、欸，就跟把所有人杀了，然后说潜入大成功是一样意思啊。真能进去就好了。啊，都所谓鼻孔啊，都所谓眼睛啊。哦，快满了，我觉得应该快满了。也是跟一个跟他换之后就可以，而且这个是不会占空间的，所以一定是拿这个啊。他可以回家怎样？我可以吃80块怎样？划的，剩三次。很快，400分感觉很多哎、欸，要洗满的、啊。话说中间那个人，哦，是给我手提箱吗？对，手提箱，然后有另外一边是肥皂。真的，面前要多少是多少。
满，快满，剩一个，剩一个。可是手提箱没办法，手提箱没办法洗，只有饼干、打火石跟那个肉干可以洗而已。怎么贪心？我在帮其他人谋福利，不能这样啊！完了完了，不够，再换一次打火石。对，有耐心。终于，肥皂不能洗嘛，就只有三个东西可以换而已啊。我是不是都给你了？等一下，决定要减半。对啊，我先换换看好了。他等下跟我说不行，好，就这样吧。有没有耶？到底是谁会想要那些东西？要不然说话问问女人比较快。只给一个肉干这样。你有没有宝石？ここはエデンか。老太婆，你有没有宝石？もう少しの辛抱よ。え？啊，对啊，我有啊。え？非常美丽的宝石。抱歉，刚刚就当我没说过。哎呀，不需要的嘛。东西对你来说这么重要，应该不打算脱手吧？哦，你真是体贴呢。到了，等一下。如果你愿意听我的请求，就把宝石让给你。请求？你拿着孩子最爱的食物过来。哦，他喜欢吃什么？柔嫩的肉块，这孩子年纪也大了，没办法啃太硬的肉。在这世界变成这样之前，就有很多给狗狗吃的罐头，对吧？这孩子没办法多活多久了，所以我想要尽可能给他吃点美味的东西。到了，找到的话会带来。吃肥皂不行啦，等你哦。你有没有柔嫩的肉块啊？找到了，他说想要让狗开心的柔嫩肉块来交换。让狗开心的柔嫩肉块，这么说起来，那边好像有带只狗的老婆婆呢。啊，野商品里面有吗？哦，有顶级的高级狗罐头哦。不过拿去喂狗很浪费啊，狗罐头拿去喂狗哎，反正就是天经地义的吧。怎么说？反正是给狗吃的，却比一般罐头美味。这年头可是难得一见好滋味哦。不过只要你拿等值物品过来，我也很乐意跟你交换啊。就是看看我卖的东西吧，说不定我商品可以换成什么好东西哦。要这样换好麻烦。也行，那我换太多了。我的肉干，欸，小孩，他们想要什么东西吗？哦，你们，甜的，爱死0620，然后甜死啊。
少しの辛抱よ。我要洗一堆妈的。我不要像石头一样的饼干，妈里面有加石头啊！肉干伤，这个人最应该是肉干伤。干，你知道能洗则洗啊！干，我的肉干伤好多，妈的！拿饼干给小孩，哦，饼干是甜的吗？我不知道哎、欸。啊，我洗一下肉干，还换肉干碗。嗨，炫，金东阳小开，巧克男孩，巧克男孩是什么？米花还是喜欢吃咸的，可是有如果有那个什么起司口味的就不一定了。我也想知道他哪里来这么多肉干。好，先洗这样，然后我去找个饼干。啊，这样吧。但谁知道这么好换啊？妈的！我以为大家都很贪心啊！看你这个烙菜的，肉干来源，嗯，对哦，也是咸的，那就玉米浓汤口味，玉米浓汤口味通常都是甜甜的。死小孩，我拿石头给你了。给你狗罐头。哎呀，找到肉扔肉块了吗？我带狗罐头来了。哇，这罐头很高级呢，能拿到这个应该花了不少功夫吧？就给你老师当做谢礼哦。可以吗？充满回忆的纪念品吧。对丈夫的回忆深藏在我心中，比起一世之人，我更想让现在活着的这个孩子开心。再说，任何财物都是生不带来，死不带去，那应该要交换所需物品，互相帮忙才对。明白了，谢谢你，得到了高价宝石。哎呦，巴拉西，哎，你有没有甜的？嗨，威利，我顺利换到宝石了吗？还有其他东西的话，可以跟我交易哦。啊，饼干，算了，干留一个好了。干，啊，巧克力片四个，整口粮。人口粮是什么啊？要、哦，哎呀，现在2000，如果换成1000的话的呀，1000要怎么凑？这样，嘿。我要换两个巧克力片。来一朵，
来就是两份肉干加一个打火石，都有新东西。哎呦，我看一下这到底是你过期成粉屑。你已经死了。嗨，米嘎。平淡无奇的军用口粮，似乎活跃于最终战前的某军队内配给食物，中服回目生命力耶。我自私。没有。太贵了。看一下有什么，太贵了不行。巧克力片5片。没必要灌掉，最好是啊。北斗生意人 ，Takey。RPG。谢谢。好棒，是巧克力哦。等一下，一人一半。我这里还有一片啊，不用那么柯南。那个，这给你。得到蜡笔，哥哥等我啦！我的天啊，肉干太好用了吧！蜡笔如今已属稀有的贵重品，哇靠！女孩连你都不高兴，然后小妹给一张11卡，也太贵了吧！肉干伤，抱歉。我觉得我要换一些神口粮。那这次的这个道具就是跟吉跟零那时候是一样的，它就不像吉二还有那个，就不像吉二跟那个叫什么六代，是一个限定带几个这样。干，那个不是一剑的那个吗？通行证吗？两个肉干配一个打火石吗？900吧，我猜。你把小开榨干。优质肉干换地堡是怎样？不会啦，洗字这么快，换几个就好了，在那边。4个，我已经换半小时，最好是换一个半小时。前面是怎样？前面不算吗？这些人根本就不穷，真的。怕之后不好过啊！我现在这个。
那什么？突然想不起来。杞人忧天比较正面的词那种。不起来，糟糕了。看到我的腿想要搅白绳这样。有看到重画？那我刚才看着观众啊，从头到尾照，妈的，谁头那么小啊？欸，再一个，有，可以了，可以。什么？那我真想不起来，糟糕。也不是瞻前顾后啊。好，可以了。来干嘛？我发现这女人到处都是欸，你看，发现长得比较老一点，这样，好像那个女人的脸好像长得差不多啊，原来这是一个路人脸啊。我都有个法令纹啊，我要去看那个，然后美人计的。哦，这个是没有法令纹的，但还是差不多。名字哦，换一下口粮，快死！不是你，抱歉。等下，看这里怎么有个人？啊，走太多路，我腰痛。等一下。我先换个东西，我完全没看到这里有人欸。我哦，那990。这样可以换两份。换九份可以换多少？这样，大笔3000，很会。还会痛吗？啊，这些不痛，这是什么整体术吗？整体术大小，差不多吧。这下应该能承受离开这里的长途旅行，谢谢。豆类零食，豆类零食价值多少？我190，好像还好。啊，有东西可以换了吧？哎，那怎么活蹦乱跳了？小柴，哦，没事。为什么这里这看起来这么多？诡异的人啊，小喽啰的样子。哦，你带十字弓跟宝石来了吗？那就用通行许可证跟你换吧，也可以吗？交出十字弓，交出高价宝石。哦，你真的都带来啦，有这宝石应该就能加入某军团了，嘿嘿嘿嘿。哦，你要跟我走吗？来当我小弟，保证不会亏待你啦。我拒绝，快把通行许可证拿来吧。
切，干嘛那么着急啊？给你，哒哒吧哒，祝你有个好梦啊！哦，小哥，原来这就是你的目的啊！我不会说出去的，让我仔细瞧瞧吧。这是假货哦。怎么？虽然做的挺精致的，但文章却跟这城市有微妙差异，材质也不是像这样的哦。你别乱讲话。很不巧，我有看过真正的许可证，而且为了不被假货骗，我还特意记下特征啊。我还想说乖乖让我走，就留你一条命的。你这混账！哎，给我你带来十字弓杀了你吧！你他妈把我的肉干当成什么了？劝你住手，一旦射出，你自己就会没命。啊，少在那虚张声势啦！哦，别担心，躲在我后面吧。那拉兹莫诺。啊哒！哦！啊哒哒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 哒！啊，那你万家安全了。百裂拳！お前はもう死んでいる。我要看是按什么，妈的！破人敵。寂しい。不要杀我！Use S。 看他有评价耶。欸，声音延迟会越后面，会越来越严重，真的假的？救了我一命哦。不，是我连累。我要感谢你看穿许可证是假的。很好奇，你让我拼命要换到十字弓跟宝石，到底想做什么？好了，手上的东西都卖掉了，差不多该回去喽。老婆跟小孩都在等我啊，希望小哥能早日进入伊甸，要不要再去看看情况？刚刚那里好像特别乱哄哄的，你要小心哦。先记个路。我觉得没有，自己听不觉得有点误差欸，还好欸，没什么感觉。捏乳味是怎样？哦、oh. ，Channel Way， 那我自己的声音会有延迟吗？还是只有这个？嘿嘿嘿，找到你了！許してください。子供だけは。子供だけは。もう安心しろ。俺たちは心の優しい人間だからな。刺激おとなしく荷物を渡せば悪いようにはしねえよ。ありがとうございます。よーし、じゃあ行っていいぞ。我觉得怪怪的。想干嘛？あの夜。うわあ！头被劈开啦！悪いようには死ねって言っただろ。我知道。俺にとってな。お父さん。お父さん。こいつ水と食料持ってたぜ。いただきだ。
そうか。感觉自然会超小啊。俺は優しい男だからな。我觉得这画风怎么有一点父親と同じ場所に行かせてやる。有点鸟山明。我是说小孩子的。啊，怎么硬硬的？我说腿。啊，怎么对方怎么那么高啊？哦。俺も優しくしてやろう。お前にな。一个巨刀可以这样劈开人？有这么简单吗？お前はこいつの親父と比較にならねえぐらい真っ二つにしてや。あ、あら。うわ。我说他可以讲话。てめえ、何もない。お前らに名乗る七度ない。又打起来了，谢谢哦。我刚刚其实就有听到那个劈下去的声音，可是为什么我就不知道为什么还可以在那边讲话？嗨，先。欸，好像要早点按这个的，要早点按。这从哪里打？太早了，干！这个要慢一点，妈的好麻烦啊！干，怎么被砍到了？高烈派，糟糕了，我难道我不是 QTE 王了吗？这又太快了，干 A， 我被砍到了。もう大丈夫だ。もう他爸都死了。我爸爸都死了，你才救我 ？QQ。我是肉干王。干嘛又想打？你没看到我多猛吗？喂，お前剣士だな。我是剣士郎。也跟你诠释，我是权四郎。剣士ってのはどいつもこいつも危ない技使いやがる。俺はなこの世で一番剣士が大嫌いなんだよ。殺してくらいにな。哦，是哦，哦，屁事哦。ジャグル隊長。おいお前ら。ちゃんと巡回はしてるのか？エデンの近くででかい騒ぎがあったんだぞ。すみません。お仕掛けの人の会合で手いっぱいで。何のための衛兵隊だ？しっかり任務に当たれ。は、申し訳ありません。ジャグレ。おい、こいつを牢にぶち込んだ。この男が何か？こいつは剣士なんだよ。剣士？しかも見たこともねえようなえぐい剣法を使い。我没有让你爆炸，莫名其妙。人を爆発させる剣法を使うやつなんざ、ろくな人間のはずがねえ。こんな危険なやつをエデンの近くに野放しにしとくわけにはいかねえからな。しかし、先ほど聞いた話だと。その男が野党から少年を助けたと。騙されるんじゃねえよ。なんか裏があって助けたに違いねえんだ。俺はエデンの衛兵隊の隊長。觉得延迟啊？我都不觉得，好奇怪啊！お前を牢屋にぶち込む。一つ聞きたいことがある。
牢はエデンの中にあるのか。何言ってんだてめえは。当たり前だろうが。そうか。原来是熊灾啊。おい、こいつに情報かけろ。お前はエデンの牢獄で囚人として過ごすんだ。囚人一生な。知道知道、囚禁学員。安心しろ、長く苦しまないで済むよ。ちゃんと短い一生になるよう配慮してやる。よし、連れてけ。好了，我要脱逃了。お前をどうするかは明日相談して決める。変な気を起こすんじゃねえぞ。我要开门了。不用浪费肉干就能进去。哎呀狗。こんな時代だ。こんな時代だからこそ二人で力を合わせて生きていこうよユリア。行こう。那跟原本北斗的女人也长得不像。力こそが正義。いい時代になったものだ。強者は心を置きなく好きなものを自分のものにできる。真ユリアは俺がもらうぞ。貴様真真なんと極と剣果然到底为什么这样啊？お前ごときで俺に勝つことはできん。お前と俺には致命的な違いがある。それは欲望、執念だ。欲望こそが強さにつながる。お前にはそれがない。ユリア、俺を愛していると言ってみろ。だ、誰が？ケンを殺せば私も死にます。ほう、それほど言いたくないのか。痛痛啊！待って！愛します。なに？聞こえるな。愛します。一生どこへでもついていきます。あ、痛啊！已经说了，你还多插一下是怎样？この町にいるのだろうか。俺はもうお前を失いたくはない。二度と。有延迟蛮麻烦的耶。
老婆变对面，对面竟然有人可以记录。先听到喇叭收到的声音，所以其实那我再换一个，这样我声音会很小吗？干，我只是要记录。干，原来这样就是记录啊。刚刚声音比心情小吗？就是之前星星你说你们是不是很小啊？なんだ。あんたここから出るつもりか？ああそうだ。あんた運がいいな。今ちょうど衛兵の交代時間だ。里面那个人超级高哎，三小。その廊下の向こうに出入り口がある。そこから入ってくるから不意打ちして倒しちまえ。それでよ、鍵を奪ったら俺によこせ。いいこと教えてやった礼だ。考えておく。おっしゃ。とりあえず角に隠れてろ。俺が引きつけてやる。いらぬ世話だ。俺一人だけでどうにかする。可是这样你们就不会听到喇叭声。まあそういうこと言うなよ。囚人同士、持ちつ持たれつじゃねえか。我直接帮他开栏杆就好了。哎，这样子我看不到了。切，相変わらずお前は騒がしいな。何のようだ。俺、そろそろ釈放してくれないかな。ああ？食い逃げの常習犯が何言ってやがる。釈放したらまた食い逃げする気だろう。つい出来心でして。今の時代、食い物の罪は万死に値するぞ。全方位你们又啊又会被。あんた何をしたんだ？又会说收到游戏的声音。那我只能戴耳机了吗？俺を見た瞬間の記憶を消した。正気に戻った後も、俺の顔は忘れている。まじないか何かなのか。暗殺剣の技だ。俺の剣は殺すべき相手を選ぶ。他现在重点是延迟。暗殺剣、殺す。おい。あ、はい。お前もここを出るか。重点是延迟啊，延迟不是很痛苦吗？お前が衛兵に見つかっても一人で何とかするんならだが。不是延迟，是延迟。いえ、遠慮しておきます。心を入れ替えて真面目にしてれば出れるんで。そうか。不是 Pop Player， 我没有在用 Pop Player。总之就找找看附近吧，那一头好像比较亮。电脑配件是怎样啦？妈一九九几跟我说电脑配件，当然是没有啊。那你
不能随便引起骚动，是别条路吧。两条路而已，不要再走了。啊，这边也是啊。那你也是，该怎么办才好？好，交给你了，去引起争端，去挑起争议。那年光好还在桥下，怎样？水给我水！你怎么了？喝太多的，虽然想回家，但爬不上楼梯。楼梯是说那个吗？待着也不是办法，从屋顶寻找看看可以潜伏的地点吧。跟你有差是差多少？哎呦，金发妹妹，虽然太娃娃了，我不是很爱，但是是妹妹。そこで何をしてる？什么男的也好是怎样？何をしてるって、それはこっちのセリフだと思うけど、まあいいわ。是泽城美雪。今日は星がとても綺麗でしょ。星こんなに綺麗に星が見えるのは珍しいの。只知道三重了。確かに今日はよく見えるな。散歩の途中でここを通りかかったら物音がして、何かと思ってみた。我认识你的时候，你都还没有三重。ってわけ。それじゃ、今度は私から質問するわ。あなたが出てきたところを、地下牢の出口の一つよね。どうしてそんなところから出てきたの？衛兵の人でもないみたいだし、もしかして脱獄？ああ、そんなに怖い顔しないでちょうだい。興味があるから聞いてるだけなの。私はただのエデンの住人よ。あなたをどうこうしようなんて思ってないから安心して。你问伊甸的居民都长得这么漂亮吗？私の名前はキサナ。あなたは？ケンシロウだ。ケンシロウさん、よろしくね。ケンシロウさんは脱獄してきたのよね。エデンの牢屋は厳重に管理されてるって聞いたけど、よく抜け出せたわね。俺がエデンに入ったのには理由がある。そのために抜け出した。何かやりたいことがあるの？人を探している。人格重整吧。ユリアという女をな。你要从举报看看。そう。知っているか？いいえ。エデンにはものすごい数の人がいるの。名前だけじゃわからないわ。そうなのか。それにエデンで人を探すのは難しいと思うわ。特に脱獄した人にとってはね。なぜだ？エデンの中は塀の外の10倍は警備が厳しいの。これまで脱獄して逃げ切れた囚人は一人もいない。人に捕まれば即死刑。全世界造人在吗？そうなったらケンシロウさんの目的も果たすことができないでしょ。じゃあどうすればいいんだ？牢に戻ったところで話が通じる相手じゃない。一つだけ方法があるわ。エデンでは月に一度囚人討議という催しが開かれる。什么时候会办？囚人討議。ええ、町の中央にある討議場で開催されている討議会よ。その名の通り、牢獄に収監された囚人たちが戦って優劣を競い合うの。そして優勝した者は
町の指導者に会うことができる。そして一つだけ、自分の望みを言うことが許されている。自分の望み、我想看到ケンシロさん、ユリア、ユリアさんに会いたいのだったら自らの手で自由を勝ち取りなさい。きっとあなたならできるわ。你早想。なぜお前は俺にそんなことを教える？エデンの住人にとって囚人討議は月に一度の楽しみなの。私、賭け事は好きではないけど、あなたが出るなら賭けるわ。それにね、あなたは三個愿望怎样？見えないから。そういうことか。それじゃ、私はそろ。え？干没声音。等下，等等等等等。等一下，妈的！决定。哎，我发现原刚不知道为什么觉得没有很好用，妈的。おやすみなさい。当然是压主角啊，我们全市场这么猛是不是啊？灰猪。几个愿望？你要三个愿望？那妈的，那我还不直接说我要五十个愿望？不贪心，我只要五十个愿望。仇人斗技，天命！脱獄しようとしたんだったな。ロープ破るってことは、人間が何か隠し持ってんだろ。何も持っていないよ。摸到前面的时候就，哇，这个一定是炸弹。こんな家庭ローが簡単に開くわけねえ。ちゃんと調べろ。そのローなら手で開けた。不要再拍了。今やってみせるか。それならそれで危険だな。騒ぎになる前にここでぶっ殺しとくか。ジャグラ隊長、落ち着いてください。許可のない処罰は禁じられています。くせ。おいお前ら、こいつを地下に、いや、地下10階の地獄牢に移せ。请问这是海贼王剧情吗？でもあそこにはすでにあいつが。あいつと同じくらい危険ってことだよ。しかしこの男の罪状は場外の殺人です。その程度の罪であれば、卫兵最会讲话。せいぜい地下2階が限度ではないかと。手の力だけでこの牢を破ったって言ってんだ。地下2階はここと同じろ。また脱獄するかもしれない。それじゃあ地下3階でどうでしょう。ここよりずっと我想要讨价还价。監視も常についています。地下3階ならば上の許しも得られるかと。上がった。老兵有眼不着死。おい、てめえ一体何考えてやがる。なぜ捕まった？なぜ逃げた？なぜ戻ってきた？お前はエデンで何する気だ？想找。俺はエデンで人を探したい。それだけだ。はあ？人探しだ？頼みがある。頼みだと？ねえ、どの面下げて言ってんだよ。你好烦哦，一个万一气噗噗啊。囚人討議というものがあると。一直气噗噗哎。俺をそれに出場させてくれ。なんだと？お前、なぜそのことを知っている？昨日ここを出た時に町の女に聞いた。この町で自由になりたいのなら、その討議に出て優勝しろと。優勝か。
その女も大層なご趣味をお持ちのようだな。ん？そうだな。わかった。はい、出場を許可してやろう。ジャグレ隊長、いいんですか？囚人闘技への参加は本人の意思に委ねられた。囚犯闘技是一个危险的活动。俺がどうこういう筋じゃねえからな。それに。手間が省けてちょうどいいじゃん。抱歉。哦，对啊，你们要处死其他人还蛮简，还蛮麻烦的，就由我帮你吧。なんてだって、今日が開催。太走运了吧。喂，後でこいつに囚人闘技の説明をしてやれ。あ、はい。ヤクレ一定会变基友。そうだ。一つ大事な話を忘れていた。囚人闘技で腕を折られようが。足を失おうが一切治療はされねえ。負けて牢に戻されて傷が原因で死ぬってのもよくある話だ。どうだ、それでも出場する気に変わりはねえか。はあ、よし、じゃあ決まりだな。お前の出場手続きはこっちでやっておく。他刚刚突然抖一下，感觉好像中邪哦。楽しみにしてるぜ。黄金版，妈的，高级版。算了，我东西可以捡啊。我怎么不能跑啦？啊？给我老实一点，你从今天开始就在这里吃牢饭度日啊！咦，这样讲根本吓不倒我啊！你说什么？和荒野相比，这里不但可以遮风避雨，还可以火堆取暖，一点就连牢房都是天堂呢。哼，要逞强也只能趁现在，你就关到20为止吧。是，王是天堂啊！去，身处不会卷入战斗的牢房，以某种意义来说，住起来应该很安全。来到这里之前，我也是经历了许多战斗。不需要嗑药，我超强。哎，把所有东西都叫出来，我就饶你一命。林哥，帕德，退到后面去。你有听到吗？给你个忠告啊！啊？要是太担心，就会丢掉本来可以保住的性命。这小子。回忆录也要打架呢吼。好。我要点穴啦，你老师的。干，不是，我干。操什么？啊！啊！飛行優先。看来我也可以去当配音员了。我有干，我是不知道什么时候要按。爱国动。C 干，加 C。好。这场战斗如果有赏识，说不定就是我就埋骨于荒野中了吧？屁啊！你只扣一点点血。喂，你要参加囚犯斗技对吧？哦，有这个打算。那这个给你啊。到劣质肉干，为什么要给我？我刚刚领很多了，这有可能是你的最后一餐，就慢慢享用吧。最后的晚餐是吗？为了这样一片肉干，竟然要拼命互相抢夺，已经变成这样的时代了。就连应该留给未来的希望种子也被夺走，当时也是这样。希望种子，爱 Duke。那些牢房长得超好笑，
老